はい、速稼塾の久保です。今回はね、大変素晴らしいメッセージいただきました。ありがとうございます、深草さん。まずは FX の勉強方法なんですけども、すごいね、ペースがいいですね。すごくリズム感ありましたね。まさにこれなんですよ。さすがだなと思いました。なんでこの FX のね、進め方のペースがいいかっていうのは、後半の動画で分かりました。英語の勉強方法に非常に似てますよね。で、FX の勉強方法なんですけども、例えばね、分からないことがあったら、私にご質問いただくのはいいんですよ。中丸トレーダーにご質問いただくのもいいんですよ。例えば作業レベルで分かんないことね、どこに線を引くんですかみたいな質問、やっぱり来てるんですよ。来てて、私が、じゃあっていうんで、それを回答のためのね、動画を撮るなり、回答のための文章を作るなりして、送り返すじゃないですか。分かりました、ありがとうございましたって来るのが、翌日とか、その次の日なんですよ。こんなね、1日経って線を引けるかどうかみたいな進捗だと、これいつまで経ってもできるようにならないんですよ。ですんで、深草さんがされてるように、どうやるのかね、MT4 の使い方みたいなので検索して、今だったら YouTube 検索もね、非常にいっぱいありますから、 MT4 線の引き方とかで検索すると出てくるわけですよ。でそれで覚えていくと、なんとですね、質問のメールを打たなくても最短最速で問題解決できるんですよ。でまた実際使ってみますよね、 MT4 でつまずいたらまた同じ検索方法で、もう常にねフィードバックしていくんですよ、そういうふうに。でやっぱりね、そのアウトプット、調べるっていうアウトプットが、やっぱり記憶を増進させますし、調べたら問題が解決できるっていうような経験が、さらに調べる意欲をね、かきたてるんですよ。でも、ご自身で調べることがあまり少ない人、質問して答えてもらうっていうのを繰り返すと、問題解決は自分の先生にすればいいんだとかね、自分のこの人にすればいいんだってことになっちゃうんですよ。でも、その質問した人がたまたま手が空いてなくて、返信が来るのが5時間後とか、翌日っていうのは結構あるわけじゃないですか。そうなるとね、もうすごく進まないんですよ。で、それでいいんだったらいいんですよ。でも、この回答が返ってくるまでやることがないって状態になったりとか、熱が冷めてしまうんですよね。そうなると、せっかく FX やるぞって取り組んでも、その日のうちに情熱が冷めてしまって、なかなかやっていけないってことになると思います。で、深草さんはね、私がもう、暗記をいっぱいするんですよってことと、ゾーンの概念ですよとか言ったのを、そのまんま、旅の途中忙しい中で時間を見つけてはやって、ついにね、デモ講座を開いてやろうかなってところまで来たわけなんですよ。これはさすがだなと思いました。多くの方もこういうふうなリズムのいい進捗をね、していただきたいと思いますし、深草さんは私の方に動画を送ってくださいますけども、 FX についてのクエスチョンっていうのは来てないわけですよ。だからそういうふうなペースが望まれるかなと思います。で、動画の後半で深草さんがおっしゃってたのはね、英語の勉強方法ですね。まさにね、FX の勉強方法とか、あと私がサイトアフィリエイトやってる時とか、YouTube を量産してる時と全く一緒ですよ。単語2000個ぐらい力技で覚える。まさにこれですよね。この、まずは量がないと、全然その後の、テクニックっていうのが使えないっていうのが、まさに英語の勉強方法と一緒で、語学の勉強方法も一緒ですよね。で、流暢に英語を喋る方と、それから英語はたどたどしいんだけどっていう例もありましたけども、私ね、こういうふうに分類してるんですよ。言語っていうのは伝達のための言語ってありますよね。日本語だったり英語だったり、伝達のためで、あとは思考のための言語ってあるんですよ。誰にも伝えないんだけど、頭の中で考えるときで、頭の中でまずは自国語、一番得意な自分の国の言葉、日本語で考えることがちゃんとできる人は、伝えるべきね、言語を選ぶことができるんで、たどたどしい言語でもきちんと伝えることができるって私は感じてるんですよ。その上で文法がどんどん良くなっていくとか、自分の覚えている例文を使ってさらに伝えやすくなるってことができるんですよね。でもですね、思考が定まってない、自分の言語のことでもう考えをまとめる力がないのに、伝達の言語だけ覚えても使いようがないんじゃないかってことなんですよ。そういう意味で深澤さんが教えてくださった、暗記をすること、例文をやっぱり覚えることで、ね、喋ることとかね、音読すること、これはね、まさにね、自分の脳の中、思考のための言語を、思考の言語を鍛えることになって、多分伝達の言語ってその次なんですよね、伝えるってことは。まずは自分の頭を構築して、言語を使いこなしていくことで、使いこなしているものがアウトプットになるわけじゃないですか。だからね、考えがまとまらない人、考えをまとめるのが下手な人が、いくらね、言葉を知ったところで、使えないんですよね。そのことを深草さんが言われてるのかなと思いましたね。すごく良かったなと思います。素晴らしいね、勉強の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。で、深草さんが今回動画の中で来てらっしゃるもので、あ、なるほどというところがね、あったわけなんですけども、さあ、で、これで私のね、ちょっと今回ね、質問してさせていただきたいんですけども、なんと言いますかね、この、
海外で働くってことは、その深草さんがいらっしゃる会社ね、希望されれば誰でも行けるものなのかな、誰でもって言ったら語弊がありますけども、大体行けるようになるものなんですかね、それとも事例を待つしかないのかなということなんですけども、まあ株式会社でやっていて組織でやっている以上、本人の希望よりも会社の事例ってものが優先されるってのは分かりますけども、あ、海外行きたいんですって言ったらね、あ、海外人が足りないんで、じゃあ意欲がある人から行ってよみたいになるのか、それとも一定の試験があってあなたはダメっていうふうに言われるのかなとかね、ちょっと気になったんで、その辺教えていただければ幸いでございます。それではまたね、動画の方お待ちしております。